お客さんによってはユーザー側はどうせバカにしちゃってこんなの入ってないでしょって思うかもしれないから、うん、とりあえず最低設定は入れないなるほど、ね、とりあえずでもまあ一応、ね、夢がないといけないからどれかには高設定を混ぜるるっていうなるほどねあ小声っていう、ね、あれが出てるねじゃあちょっとボリュームを、ね、メインの人にあげてもらおうかねそうね私の声は聞こえてる顔と声はでかいからね私はね大丈夫かなと思うんですけれど ね、さあ、えー、じゃあ、信台,寝台あ聞こえてる、照れてありがとうね、そう、OK だよね、そう、顔でかいからって、みんなね、ありがとうね、そうなの、顔でかいんです、ね、じゃあ、信をバラエティに入れたとして、具体的に機種名って言えますえっと、最近ので。最近ので。ので時点で入れた信台でいいです。うーんと 頭になっちゃうんでもう突き変わっちゃいましたけど、うん、まあ4月ゴールデンウィーク明けだったら当然、うん、マグロスフロンティア3とかあ<ー>そういう形になってきちゃいますね。なるほどなるほどねなるほどそうなんだってで寝台とじゃあジャグラーっていうふうになってましたけど私がねここにある手元の資料もジャグラーはねほとんどみんな回答してるの力を入れてる機種って言ってであと多かったのがね絆。 で大きい閣事だなって <laughs> 古いなそれも。でね出てきてるんですけれどジャグラーってさシリーズじゃないですかいろんなのがあってでコアな人は何ジャグラーなのかとかも知りたいと思うんですよマイシリーズなのかとかねあそう,な,あそうなんで A タイプはダメなのかってね来てるけどジャグからなんですよね話を聞くとね。 でこの力のじゃあ、ね、入れ方まず設定のベースだったら、まあ、これぐらい設定を入れてますよとかあと「な々なャグラーをうちは強くしてます」とか具体的な数字と機種の名前をちょっと聞きたいと思うんですけれど、えー、じゃあ青いくまちゃん次長さんジャグラーの中で、えー、力を入れてるのと。 その力を入れてる機種は、まあ、頑張っちゃってるよっていう時はどれぐらい、まあ、ぶっちゃけ6をどれぐらい使うかを教えてくださいもうこれは結構言っちゃっていいですか言ってくださいガチのやつガチで <laughs> もうこれはお店によるんですね実際はいどういうお客様を、あのー、お,店にあお店に来てほしいかうんこれ でその地域とかその場所とかによって、うん、うちはまあ郊外店なんで、うん、常連さんを大事にしたいんですそうね車で来られてる方は、はい、あのそのままいてくれる場合もあれば私も車でうちに行くことがすごく多くてダメだと思ったら見切るのも早いんですよ。はい、郊外店ってそれ重要ですよねじゃあグラーはい。 六はほとんど使わないです。六はほとんど使わない。はい。なるほど。へえー。そうなんだ。これはですね。うん。長くなっちゃうかもしれない。長くなってもいいんで言ってください。<laughs> これはですね。本当ズバリなんですけど。はい。あの、結局六入れますよね。はい。あの、別に六入れらんないわけじゃないんですよ。はい。六入れると、どういうことが起こるかっていうと。うん、ま最終的には朝から若い。 お客様がカチカチやってこれもう12時ぐらいになると6じゃないだけ全部開くんですよあなるほどねで普通のカチカチしないお客様も、うん、あのプロが打たないんだから6じゃないってってそうだね打たないんですこれ,これ間違いないでするほど、ね、でもこのプロ同士のコミュニティができちゃうんですね、うん、いろんな軍団で。 そう,あもうここジャグラーってそうなの、はい、そうなのあそこにあるからもうないぞここにあるからもうないぞわかるはいあのね私が実際に見ていてこのお店ジャグラ強いなっていうふうに感じるところって結構ねやっぱ若い子が子役カウンターで散るんだよね 前弱なら前弱に今日ここの軍団来ましたファンキーならファンキーでここ来ましたってみんな数えててブドウやばいなってなった瞬間にばっとのどくんだよねそうするとその後誰も打たないのそうなんですで夕方ぐらいに来てサラリーマンさんとかが打ち始めるといや別にグラフ順調に伸びてるけどって多分5とか使ってるんだろうねあるあるそれは傾向そうなんです、うんなので お店は困っちゃうんですよそれだから簡単に言ったら「朝一満台だけど12時になったらもう5人しかいない」とかってなってしまうんですよ、うん、それやるとなのでもうカチカチする人を排除す見出したらつかないで,すなるほど、ね、でも力を入れてるってことは今ねコメントに結構来てたんだけど、はい、平均設定上げてほしいって来てるんですけど、あのー、僕は3です、はい 3いです以下ないじゃあ3が最低ベースってことじゃなくて平均が3なのまあうん基本的にはもうほぼ、うん、3ベースって言っていいかな、うん、<laughs> 中間ベースってことねはいもう345で,5でまあその勝負する時はまあ入れないことはないんですよ、うん、もう今日はもうプロの方とかに、うん、もう 出されてもいいやって思う時はもう,もうガンガン使っちゃうんですけど、うん、半分六入れたり、うん、そういうことももちろんあるんですけど、うん、まあそればっかりはやらないなるほどで結局だから長く遊んでもらいたいっていうのが僕の考えなんあとはまあお店経営するにあたってやっぱり、あのー、なかなかあるので。なるほどねうん じゃあ次、ちょっとね、猫ちゃんの話も聞きたいから、ちょっとちょっと切っちゃいますね、えー、でね <laughs> ずばりだよね、で今ね、コメントの中にも結構あるんだけれど、やっぱね、参加用とか、あと1使ってるようなね、ところは、グだったら行きたくないっていう話があったんですけど、私もそう、で、やっぱね、最低がやっぱ3から始まってほしいよね、みんなも意見があるんでね。でここんなことを言って で前振りしながらじゃあ猫ちゃん店長にジャグラーの扱いについてずばりで、はい、そうですね、うん、まあ今次、えー、長の方からもお話聞いて、うん、ああ納得できるなというお話だったと思いますねなるほどだから3ってねあの一般市長の方で、まね、出率がまあ機種によってジャグラーで違うけど、うん、まあ3だと大体100%上 なるほどねえでもそれ、子役きちんとチェリー狙える人だけじゃないの、実際。まあ、やっぱ今日100%になるかどうかは分からないので、うんうん、だって今日106%だったら、うん、設定さんの数値を超えちゃってるから、ゃゃじゃあ3使えないじゃんってんなっちゃう場合もありますけど、それは1年通せばか分からないでし、1週間では100%になる数値になる予定なので。うん まあ、じゃあジャグラーで履歴を利益を取ろうとは思っていないうんもらえる時は欲しいですよね。リアルなのだって,、ねうん、てジャグラーの人は毎日来てくれてるからそうなのよそういいですけど、うん、だけどそうじゃない方やっぱ今ここが暑いんじゃないかっていうお店を、ね、探してる方たちはいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそういう人たちもホーム ホームグラウンドは大事にねってそうしてくれないとやっぱ入れられないじゃん平日からってなるほどね。ああじゃあジャグラーは基本的にまあクマちゃんも猫ちゃんもそうですけれど舌を使うんじゃなくって、まあ、3ぐらいで遊ばせるイコールジャグラーを大事にしてますっていうのがお店さんの認識みたいな感じですかね そうですねあとはその、まあ、今日はじゃグぐらいじゃないかっていうお店の、ねうん、日っていうのはあると思いますので、うん、そういう時はやっぱり、えー、とお店によって年配の方が多いお店、うん、まあ年金とかそういうのもあるそうです、ね、時はやっぱ6を入れてもお年寄りだからわからないんで、うん、その年常連しかいないんだオール6にしといてもバレないって若者が打ちたがる方は、うん、もうちょっと下げる5とか。 3とか、うん、3号3号で 2>,、うん、2個1にしてもどっちが5か3か分かんないんじゃないのっていうユーザーさんの中にいると。ね、おあいろいろとみんな来てる「台数と客層によるよね」って「そうなのジャグラーはねそうなんだよね」何「何エムちゃん孫悟空の真似してんの?」って「何に見えてんの?私」私豚え <laughs> 馬? <laughs>」いやねでもジャグラーの私3って思うと自分がね 目押しが下手なのよ。狙った絵柄の真裏に飛ばっちゃう。